はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。弥生様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。メール登院になってください。動画説明欄もっと見るをクリックで、そちらからご登録ください。1972年9月29日田中政権と中国共産党がですね、日中共同声明を出し、日中国交回復、これを米国に無断で行った田中角栄に米国激怒、ロッキード事件を仕込んで失脚させると。今日9月29日は反中共デーであります。この反中共デーはですね、日中国交を回復したものの共産主義国との友好など存在しない。なぜなら共産主義国は独裁になるから。で、独裁者は自分の立場がやばいってなると、どんな約束でも平気で破るので、独裁国家との友好は存在しないと。だから中国共産党が支配する国とは断交すべきと。真の日中友好は中国共産党を倒したその先にある。つまり中国がですね、独裁国家じゃなくなったら、その先に友好できなくもないということで、中共打倒とですね、日中断交を掲げているんですけれども、反中共デーという、毎年全国で反中共デモやってるんですけれども、9月29日は平日でもこの日にやるんですけれども、昨年に引き続き今年も参加してまいりました。日頃の運動不足がたたってですね、足パンパンであります。涼しい頃はですね、500メーター先のパン屋に歩いて買いに行くであるとか、食堂に食いに行くであるとかやってたんですけれども、つい10日前ぐらいまで暑かったじゃないですか。とってもとっても歩くような気温じゃなかったんで、ぐだぐだ運動不足が高まって、めちゃくちゃ足がパンパンであります。今、足長く見えますが加工してませんからね、痩せ細って、細く見えるだけであります。昨年は目にしなかった、美中自民党解体、売国 NHK 解体という新作のぼり増えてました。NHK は例の国際放送でやらかした中国人バイトがやらかした件だろうな。中央政府が来日人民や在日人民ですね、周囲を警戒し、デモや集会に近寄るなっていうデモそのものですね。反中国共産党デモね。中国人らしき30歳ぐらいの男がですね、デモ隊に妨害しかけたらしくてですね、まあ仕掛けた瞬間見てないんですけど、即座にですね、有志に撃退されておりました。割とガチ右翼っぽいデモなんで、こちらの方は有志つかみかかってすごかったであります。撃退された30男は恥ずかしいんだがニヤニヤしながら逃走して、行きました。 T シャツ着てたんですけど、 T シャツまくれ上がって、乳首のとこまでまくれ上がって反乱になってました。つかみかかられて、お題が反中共だったら反中共デーに限らず毎月やってもいいぐらいじゃないの。日中断交デモとかさ、10歳児もですね、日本人だからっていう理由で視察されたしね。日本人、日中ハーフだったらしいんですけれども、日本人学校に通っているからっていう理由で視察されたしね。中国にこびる二階俊博は地獄に落ちろってコールもあってですね、つい笑ってしまいました。二階俊博最近ですね、修学旅行中国にとかとんでもねえこと、中国に行ってほざいてきたから、まあ言われちゃったんでしょうね。とある地方新聞、二階感じちゃうは二階幹事長の誤りでしたっていうですね、訂正記事載せたという伝説を思い出しました。どこの地方新聞だったか忘れましたけれども、元気だったら来年9月29日も参加する予定です。主催者じゃないと気楽でいいっすね。まあ足パンパンだけどね。私は中国共産党と河野太郎は大嫌いなもんでしてね、独裁国家との友好とか条約とか協定とか同盟ありえないですからね。独裁者は自分の地位が揺らぐと何でも平気でやっからね、自分の地位が一番大事と。民主主義国家だったら総理なり大統領の首すげ替えて、済む話なんですけれども、独裁国家との友好はありえない。共産主義国家は大体独裁国家なんで、共産主義国家とは
国交しないのが基地と私思うんですけれども、そういえばベトナムもシンガポールも、社会主義っていうか共産党一党独裁だったわな。石破茂、高市さんに総務会長を打診して断られた模様であります。高市さん、どの役も受けない未入閣の方を優先してください。だそうであります。世論です。高市さんは議員票に党員票1位なんだから、幹事長でもいいぐらいで、総務会長とか舐めすぎ。高市は高市なりの保守を貫いてほしい。高市堂々退場する、閣僚未登用の中堅層に譲ったのか。とはいえ総裁選時点の冷遇はさすがにどうなのよ。高市さんが総理になってたらゲルはどうなってたんだろう。前回時点だった河野の広報本部長より破格の待遇なのに、鬼畜だな岸田。総務会長って自民党の役職であって閣僚ではないので、党の仕事をさせて政権運営から遠ざけるつもりだったんですかね。隔離っていうか、自民党の党の序列なんですけど、まあ、総裁、幹事長、総務会長、政調会長、選対委員長。ちなみにですね、副総裁は権限がない、名誉職なような問題そうであります。麻生さん今やってますね。総務会長は序列では、幹事長の次ですけど、政調会長より、権限は下なんだって。政調会長なら政策に関われますけれども、総務会長ではな。議員票2位なんだから幹事長を打診してもおかしくないんですけどね。まあナンバー2っていうかね。決戦で岸田に敗れた河野太郎、その後すぐに広報本部長、一体序列は何位なんだ。政調会長の次は選対本部長、その次ぐらいですかね。岸田鬼畜ですね。高市さんは無役で虎視眈々と次を見据えてたらいいんじゃないですかね。未入閣の方を優先で、これはわかりますね。選挙ポスターにですね、元〇〇大臣って書けるのと書けないのでは当選しやすさが段違いですもんね。なってない人で、4期ぐらい当選してる人はハラハラしながら組閣眺めてんじゃないですか。サーキットブレーカー石破、株式市場が石破総理を拒否したから、ついでに支持率どうしようもなかったですね。岸田内閣の焼き直しと思われたら、最初から支持率低い可能性ありますね。月曜日明日の株式市場どうなんだろう。いきなり3000円安とか驚異の数値を叩き出すかもしれないですね。私は岸田同様にですね、岸田政権同様にですね、発足時が一番高くて、あとは右肩下がりって予想してますけどね。理由は岸田も石破もマスゴミに右往左往して余計なことやっちゃう情弱だから。石破政権は早期に失脚の可能性もありますね。そうなった場合高市さんが無傷でいられるよう役職を引き受けないっていうのも全然ありですよね。河野太郎の落ちぶれぶりをデイリー新潮が指摘。前回総裁選の1回目投票で党員票169票1位を獲得したのに、今回は8票20分の1以下になっちゃったのが自民党員票。うわー、全国的に落ちぶれましたね、人気ね。世論です。日本端子ブロック、ワクチンとデジタルで無能さらした、強行とブロックのセットだと独裁者になりそう。ブロック大臣ハンコなくしたのは評価する。口先だけで無能なのが問いにバレた。ふてくされた対応を見て支持できるやつ少ない。ワクチン被害の責任取ると言っといて質問しただけでブロックした呪い。パワハラ体質丸出しの態度は良くない。異論は誹謗中傷と決めつけてブロックはちょっと、マイナ保険証のマイナ保険証に反対のデイリー新潮がですね、マイナ保険証をご利用したせいってしたい記事書いてますけれども、担当だから、マイナ保険証担当だからマイナ保険証普及に努めるのは当然として、やり方もまずかったですね。いつものように威迫恫喝強弁で乗り切ろうと思ったのが乗り切れなかった。異論を誹謗中傷と決めつけてブロック、私なんか訴えられましたもんね、金払えってね。本当に言論弾圧大好きの共産主義者みたいなやつですよ。幼稚でバカっていうかね。河野と小泉は本性がバレましたんで次ないでしょうね。小泉進次郎、チームは最高でした、私に足りないものがあったと思いますと敗戦の弁。世論です。足りてるものなんか何もないだろう。逆に足りてるのは知の禁止で、これは以降の書き込みに
知能は足りないってかぐなっていう意地悪ですね。全部足りないからやめたらいいのに、セクシーさが足りない、分析する以前の問題、バカを自覚できただけでもいいんじゃね、むしろ何もなかった、実物見たことあるけど背が足りない、足りないものをあげるとキリがないので何が足りてたかで語ろう、解雇しやすく、失業中は準生活保護、年金は80歳から、貧乏人は水道水を飲む、足りないところがあったところではないですね。これもうダメダメなんじゃないかな。節約で可処分所得を増やすって政治家が言っていいことではないですよね。1950年、12月7日、池田勇人大蔵大臣、貧乏にやむぎょくへ、国民大反発、そりゃそうだね、誰もが国民を食えるようにするのが政治家の仕事じゃないんですかって思いますもんね。小泉と河野は国民にも自民党員にも本性バレたから次ないでしょうね。自民党員で自民党に党費払ってるような人は、一般人よりも政治に関心が高い人でしょうから、まあ多少は調べますもんね。党員票1位高市さんだったのがその証拠でありますね。まだまだあの自民党員捨てたもんじゃないな。加藤勝信カツカレー食い逃げ事件発生、27日昼間、推薦人20人プラス加藤さんがカツカレーで出陣式、その1時間半後5人が裏切り、加藤さんの議員票は本人票含め16票、だから5人の議員がカツカレーを食い逃げ、まあ加藤さんが全額出したからどうかわかんないですけども、その後青山茂春さんが、私は1回目には加藤さんに入れましたと公表したため、食い逃げ人数は、少なくとも6人に増えたみたいであります。カツカレー食い逃げ事件、って名前ついてました。世論です、かわいそう、カツカレー泥棒は草、人間不信になっちゃうなこれ、誰がユダなのか、ユダ追いすぎ問題、裏切りもね、全員目をつぶりなさい、先生怒らないから。元財務官僚の加藤さん、石破内閣で財務大臣打診されてるそうなんですけども、最下位だったのに割と優遇されてますね。こいつなら無害、仮に裏切っても大したことにならないって思われたのかな。財務大臣になったら財務省の総力を上げてカツカレー食い逃げ犯を追及って、どうこうやってあの爆笑しちゃいました。人間不信になりそう、ほんとそれですね。初の女性総理を、女性が活躍する社会をって言ってた上川陽子外務大臣、2回目決選投票では高市さんじゃなくて石破に投票してた。世論です、女の敵は女とはよく言ったもんだ、高市さんを裏切ったってことで叩かれまくってるから次ないな、上川やってしまったな。女性活躍と言っておいて決選投票に残った女性候補を見捨てるのはおかしい、女だからってだけで入れるのはそれはそれで良くないでしょう。女アピールで自分が総理になろうとしていた浅ましい人、嫉妬かな、嫉妬だろう、結局自分が都合いいように性を使ってたってことですよね。一生言われるよ、あの我々はしつこいからね。上川さん71歳だから次は総裁選出なさそうですね。推薦にも集まんないだろうしね。女の敵は女、まあ男の敵は男なんでこれは当然ですよね。男の敵が女性の場合もたまにありますけれどもね。というわけで、あの反中共デモっていうのがあるってことだけ、皆さんあの知っておいてもらいたいな、いうのがあの今日の動画のメインですかね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。